はい、どうも、こんばんは。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、ちょっと追いビデオをしようと思います。追加ビデオね。こちらのね、ラブパワーの、製品ね、紹介をしました。トラベルルーター、ファイルハブでいいかな？製品名としてはね。こちらの製品を、前の動画でね、紹介しましたけど、一個だけね、ちょっと、まあ、質問というか、まあ、これはちょっとちゃんとやっとかないとダメだなと思ってね。まあ、コメント欄でちょっと、ご指摘というか、まあ、ご意見いただいて、まあ、やっとこうと思ったんですけど、この前ね、こちらの方の SD カードからのデータ転送、結構時間かかってたと思うんですけど、ちょっと照明この方がいいかな。時間かかってたと思うんですけど、こちらのね、ファイルの検証機能っていうのがあるんですよ。コピーした、やつとね。何ですかね、コピー元とコピー先をこうね、ちゃんと検証するっていうかね、オプションがあるんですよ。ちょっと、これ立ち上げないとね。これで、はい。で、もうちょっと待ったら、こいつが接続しますけど、その機能をオンでね、撮ってたんですよ。で、こいつにはファイルの検証機能なんていうのは多分、そういうオプションも当然ないですし、そういうのはないと思うんですよ。だから、あれなんですけど、まあ、一応ね、こちらの方は、安全機能っていうかね、まあ、この設定っていうところを開けてもらって、どこだったかな。これかな。SD、USB のコピーっていうところに、オプションね、こういう風な、これ見えてるかな？大丈夫かな？ピント。オズマアクションで撮ってるんですけどね。取り込み後のファイルや、フォルダの検証っていうね。で、説明が検証では SD カードや USB デバイスからの、コピーについてファイルの整合性が確認されますと。これをね、オンで、撮ってたんですけど、これオフでね、やろうと思います。無効化ね。はい。で、このやつが結構ね、時間食うんですよ。だから、だいぶこれでね、変わると思うんですよね。じゃあ、とりあえず、こいつを、これ機能と同じね、やつです。この前と同じ。ね、これで時間を、まあ、測ろうと思います。こういう風にね、アプリ繋いでたらこういう風に出てくるんですけど、ちょっと一回同じ条件で行きましょうか。アプリは、繋げない状態で、この状態で、ね、コピーっていうのね。で、これで、ちょっとタイマー、ちょっと待ってくださいね。ストップウォッチ、ね、ストップウォッチ。リセット。じゃあ、この状態でちょっと撮ってみようと思います。コピーね。コピー。じゃあ、ボタン押します。一、せーの、で。始まっちゃった。ね。じゃあ、これでちょっと置いとこうと思います。ね。はい。はい。ちょっとごめんなさい。なんかうまくいってなかったみたいなんで、もう一回やりますね。コピーいきますね。一、せーの、で、ポチッ。いけてるかな？まあ、とりあえず、このまま置いとこうと思います。多分、大丈夫だと思います。一応ちょっと、なんか、ちゃんとしてるかどうかの確認だけ。うん、多分ちゃんといけてると思います。あれ？ちょっと待って。そんな早く終わることはないと思うけど。ちょっと待ってください。
はい。はい。ですね、ちょっとよくわからないけど、すぐ終わっちゃったんで、これね、これもオフにします。この、以前取り込んだ分からの、差分コピーね、っていうオプションなんですけど、これ、どうなのかな？こういう場合も適用されるのかな？ちょっとわかんないですけど、なんか一瞬にして終わっちゃったんでね。ちょっとこれでちょっとやってみましょうか。ね。じゃあまた、これちょっと取り外して、ちょっとやってみようと思います。よいしょ。じゃあ、タイマーの方をセット。はい。で、ちょっと SD カード一回抜いて、もう一回させばいいかな。これでいいんちゃうかな。よっ。で、コピー、1、2の3。これで大丈夫だと思います。はい。じゃあ、ちょっと待ちましょう。ね。これで置いときます。はい、どうもお待たせしました。今ね、コピー終わって。で、まあ、多分ね、5秒くらいは、ちょっと停止を押すの遅れたかもしれないけど、まあ、大体、3分30秒くらい、で、コピーが終わってます。この中は確か10ギガくらいのデータ、入ってたと思うんですよ。ね。だからもう、それで3分38秒という結果ですね。これ、コパイロットのあれで見れたかな？データの中に。ちょっと、見てみましょう。ま、昨日のね、動画見てもらってる人は、もう、そのまんまの状態。まあ、同じ SD カードでね、何も、いじってないんで、まあ、そのままの状態でコピーをしてます。あ、これ電源入ってないか。あ、これ OK するのかな？もう、来ないかな。ね。で、まあ、こいつはね、中にハードディスク入ってるんで、結局こいつにバックアップ取った後ね、まあ、こいつが満タンになった時に、これ2テラなんでね、データをパソコンの方に移し替えるのもね、結構めんどくさかったりするんですよ。まあ、こいつの場合は、4テラまで、このね、USB で外部ディスク、認識してくれるし、まあ、逆に、なんていうかな、逆になんていうか、ハードディスクね、別にこう、交換できますよね、USB。まあそういうところは、もうこいつの利点だと思うんですね。コピー速度は間違いなくこっちが速いですよね。ちょっとなんか、アプリから接続できないな。なんでかな。あ、いけた。いけたな。さっきやったのは、この検証データってやつなんですけど、こいつは情報を見たら、あら、データ量まではちょっと見れないな、やっぱり。ちょっとパソコンで確認しますね。おそらく間違いなく10ギガくらいなんですよ。まあ、いつもこんなことやってね、動画がどんどん長くなっていくんですけど。じゃあ、これに、刺して。で、ちょっとね、じゃあ、見てみましょう。はい。こんな感じですよね。こんな感じ。10.9GB 使用量ですね。こんな感じになってますんで、まあ、検証としては、まあ、11GB かな。はい。という感じになってます。まあ、ちょっとね、昨日の動画の、なんていうか、継ぎ足しみたいな感じになってますけど、まあ、おさらいで言うと、これがサンディスクの 128GB ウルトラ、の仕様ですね。これあんまり近づけてもね、多分、オズマクションね、なんかあんまり、P
ピントがまあやっぱり近いとか合ってくれない。このくらいの方が見やすいかな。っていうかちっちゃすぎて見えないか。ね。で、結局はそれをアダプターに挿して、まあここへ挿すっていう感じなんですけど。ね。で、これは多分、USB の 3.0、まあ 3.1 元1かな。まあどっちでも一緒なんですけど、3.1 の今だったら、元1。ね。現一の方に対応してるんだと思います。こいつがね、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、USB-C の端子なんですけど、これサンダーボルト対応してんのかな？ちょっとそのあたり、僕サンダーボルト接続のアイテム持ってないんで、もしそれがね、いけるんだったら、すごいですよね。まあ、この中のハードディスクの読み書きが、多分ハードディスクだと思うんでね、これはね。SSD でもないと思うし、まあ、どっちしろ、SATA のね、6G の、制約を受けるんで、まあ、ここの通信だけね、サンダーボルト3が、もし対応してても、多分、そこがね、ハードディスクとか SSD との読み書きがボトルネックになって、まあ、そこまでの速度出ないと思うんですけど、はい。まあ、今使うのの現実的なやつとしては、ここね、USB からパソコンにつないだりするのが、まあ、現実的かなという感じがしますけどね。はい。あ、僕はこれかな。USB-C でやってるかな。で、相手方を、パソコンの方をね、だから USB のケーブルでやってる感じですかね。まあ、こんな感じね。こんな感じのケーブル。で、パソコンとつないで、こいつの中のデータを抜くときはやってますね。まあ、とりあえずは、そんな感じかな。はい。ということで、とりあえず、こいつを、らしいの、DJI コパイロットの方に、データを移す、まあ、検証。今、まあ、オプションも見てもらった通り、一応、そのデータの整合性の検証のオプションも外しましたし、差分の、この書き込み、データコピーのやつもオプションも無効にしたんで、純粋にこの中のデータをこっちに移してるというので、今日は検証してます。ね。それで今先のタイムくらいになってたということで、まあ一応、参考にしていただけたらと思います。ではでは、まあ本当は昨日ね、全部やっとけばよかったんですけども、すいません、申し訳ないです。ね、そこちょっと手抜いちゃいましたんで、まあ追加のビデオで許してください。はい。ということで、また、いろいろね、これからもやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。そしたら、今日はこの辺で失礼します。さよなら。